私たちの世代ってなんかあんまりこうおしゃれ服とか車とかそういう分かりやすいものになんかちょっと消費しない人も多いんですけど、大学でそういうものに対してもちゃんとこう憧れであったり、その10代の頃から知ってるんで憧れであったりとか、そういうステータスっていうか生きていく中でのもう見えではなくて楽しみを見つける人だなと思ってて、それでまあもう私より2個年上25歳になる人なんで、なんか大人の男性のたしなみみたいな感じで撮れたらなと思ってました。二階堂さんに写真を撮ってもらって、すごく新鮮な気持ちでとても楽しかったです。